everyone, welcome to Art Technique School. 皆さんこんにちは。アート英語学園チャンネルへようこそ。私はアート英語学園の海獣さつきと申します。どうぞよろしくお願いいたします。さて、2016年8月26日金曜日、もう夏休みも終わりに近づいてまいりましたが、昨日ですね、私は名古屋大須の大須演芸場というところに行ってまいりました。で、その理由はこれでございます。高校生落語フェスティバル2016、ね、でこれはですね、高校生が、落語をしたということなんですけれども、皆さんご存知でしょうか。東京とか大阪にはプロの落語家の方が100人とかね、何十人単位でもたくさんいらっしゃるんですよ。ところがですね、この名古屋県内にはたったの3人しかいらっしゃらないんだそうです。はい、でその貴重な3本指に入る1人の方がこの、雷門シカゴ先生でございまして、この絵の方でございます。でシカゴ先生は多彩な方でございまして、なんか漫画もお書きになるということなので、ひょっとしたらこれも自画像なのかも分かりませんが、でシカゴ先生がですね、名古屋文化短期大学で落語の授業を持ってらっしゃるんだそうです。短大生に落語を教えている。それで今回これは1回目ということで、2回目があるかどうかは全然決めてないとおっしゃっておりましたが、1ヶ月ぐらい練習期間を設けて、で先生が古典落語のね台本を応募してきた生徒たちに渡して、でそれを先生の前でやってみせてね、でちょっとそこは直した方がいいんじゃないみたいなアドバイスを受けて、そして晴れてこの大津演芸場に立ったという、そういうイベントでございます。で実際ですね、1ヶ月といっても毎日やったわけではなく、先生と対面して直していただくのはもう1回とか2回とかそんな感じなんだそうです。それで出演者の皆さんね、全員でこう8人いて、こういう感じでですね、皆さんね、芸名がこうなんかありますが、これもね、本人たちがこういう名前にしたいなということでつけたんだそうで、もう本当に素晴らしいね、命名でございます。はい、でですね、なぜこの名古屋文化短期大学が落語をしているかということなんですけれどもね、ここに開催趣旨というのがちょっと書いてありますので、名古屋文化大学の宣伝みたいな感じなんですけども、ちょっとここ大事だと思うので読ませていただきますね。で、名古屋文化短期大学では美をキーワードに、美容、ファッション、食に関わる分野のプロフェッショナルを目指す教育を行っています。声優タレントコースは声優や俳優、タレントなど言葉を使う表現者を目指すコース。言葉の表現力を磨くため、落語を授業に取り入れています。落語を通してかつての庶民文化への理解を深め、大喜利を通して日本語への興味関心、語彙力の向上に努めています。今回のフェスティバルは、そんな落語の魅力を高校生の皆さんにも体感していただこうと開催しました。この機会により多くの皆さんが落語に親しまれることを期待しています。ということでですね、声優タレントコースというのがあるんですね。でそこで落語をね、本格的に授業に取り入れて、で大喜利も、頭の体操というか、日本語の、ボキャブラリーがたくさん頭の中に入ってないとね、こうパッと切り返しができないですよね。やっているということでございました。はい、なのでお手伝いとかスタッフですね、それから途中で短大生の方の寸劇とかもあったんですけども、それもおそらくこの声優タレントコースの方がされていたと思います。皆さんすごく元気でテキパキとされていました。はい、それでこの、雷門シカゴ先生ですね、この先生ね、なんていうんですかね、すごいなんか理想的な教育者だなと思いました。はい、まず究極の個別指導をされているというのと、で落語ってすごく奥が深い、芸術じゃないですか。
だから本当だったら、まあ、ここにもねちょっとあの豆知識みたいなのって書いてありますけれども、前座見習いから入って前座2つ目真打ちっていくのに、まあね、あの、まあ、普通10年ぐらいかかるみたいなものですよね。それを本当に 2,3 週間でやるっていうのは、まあ言ったらちょっと掟破りみたいなところもありますけれども、あのそういうことじゃなくてね、それぞれの生徒が守ってる才能とかやる気とか、あと落語ネタにする関心というのをですね、もう最大限引き出して、今のあなただったら次はこういうふうにしたらいいですみたいなね、アドバイスをこうすごく分かりやすい言葉で的確にされていたみたいで、あの先生もねすごいびっくりされていたんですけれども、あの当日もですね、午前中にリハーサルして午後から開演だったんですが、午前中のリハーサルの時よりも、あのもう全然進化した本番だったそうでございます。もうネタ変えちゃった人とか、あの新しいネタをねもうその場でアドリブで入れた人とかすごく多くて、はい、で演目なんですけれども、あの大体ね落語あの入門したらみんながするような、まんじゅう怖いとかね、ときそばとかたぬきとか動物園とか、そういう、まあ、落語好きな方だったら誰でも知ってるネタなんですが、それをねあの先生がくれたあの台本通りにやった人は一人もいなくて、皆さんあの自分なりにねすごくアレンジしていて、であの見せ場も作ってですね、あのすごい時事ネタなんかも入ったりとかですね、あの高校生が分かるようなネタも入ったりとかして、あのすごく上手でした。なんか上がってね、あの忘れちゃったとか、もうそういうレベルは皆さん超えてまして、であの声もすごくよく通っていたので、あの後から聞いてみたんですけども、まあ、放送部とかねそういうところで普段からボイストレーニングで、まあ、あの訓練してる方も多かったようです。あのあとですね、おそらくですね、おそらくあのアイドルを本気で目指している方もいたみたいで、もう明日にスケいいからね、なんかスカウト来てもいいんじゃないかというような、そのようなあのフェロモンを発していてですね、あの、まあ、すごいなと思いました。はい、それであのもう一つねすごく新鮮だったのが、あの落語ってあの男の人のものじゃないですか、まあ言ったら、はい、あのまあ、そうじゃなくて女の人の落語家っていうのもちょくちょくいると思うんですけども、まあ、落語家って言ったら本当に伝統的に男の方のものですよね。ところがですね、今回これあの出演8人いるんですけども、男の子1人だけで、あと全部女の子なんですよ。でみんなね可愛い浴衣とか着て出てきて、髪の毛もすごい綺麗にしてお化粧もしてですね、あのみんなすごい可愛くてですね、はい、あのびっくりしました。堂々としてるしね、はい、ということでですね、あの、まあ、これは1回目で2回目があるかどうかわからないと言われていましたけれども、もうぜひぜひですね、年に1回と言わず、もう何回でも、まあ、でも夏休みでないと無理かな、通えないからね、はい、あの何回でもやっていただきたいなという感じでございました。あとこの大須演芸場は確かあの昨年の9月にあの新装オープンしたと思いますね。でその前ちょっと経営難かなんかで一時まあ休業というか廃業の危機に見舞われて、でもあのやっぱり伝統的なねお酢 の, あの、まあ、大事なものだから残そうということで、まあ、皆さん運動されたみたいな感じでございまして、あの本当お酢って不思議なところで、まあ、不思議っていうのはおかしいんですけれども、名古屋のど真ん中にあって、すごく名古屋ってもう道も大きいし、あの地下街がね完備されていて、あのすごくこう車で移動する、まあ、近代都市になっていると思うんですけれども、大須はあの本当に昔のまま狭い路地とかね商店街とかがあって、あの本当に浅草みたいな感じで、 あそこはすごくね、あの食べ物屋さんも結構おいしくて、あのお洋服なんかも安くてね卸値で買えたりするので時々行くんですけれども、あのあこれは演芸場必要だなとすごく思いました。で今はねあの毎月1日から10日まであの落語をやってらっしゃるのかな、
ですので、まあ、毎日空いてるわけではないと思うんですけれども、やっぱりいつでもやろうと思ったら空けれる状態で演芸場があるというのはですね、こういうようなイベントをする時でもすぐに使えるのでね。でやっぱり普通の文化会館みたいなね、ホールを落語用に使うっていうのと、もう落語用に設計された演芸場でやるっていうのはやっぱり違うなというのを昨日本当に思いました。お客さんとステージの距離が本当にいい感じで近いし、まあ、多分昔はマイクなしでやられたんだろうから、あれでこう後ろまで声が聞こえるちょうどいい感じなんじゃないですかね。あと普通のホールだとステージに照明を当てて客席はまあ暗くするっていうのがまあ基本だと思うんですが、やっぱり落語はね、お客さんのお顔を見て反応を見ながらこう進めていくものであるので、客席はもう本当にステージと同じ照明で明るく見えるのが基本なんだそうで、あれぐらいの規模だとねそれもできるし、本当にいい感じでございました。はい。でまあ、昨日はですね、いっぱいマスコミの方も来ていてですね、でここに協賛っていうのが書いてあるんですけど、全部で9社かな。でこれはまあおそらく名古屋文化短期大学のね、声優タレントコースの人脈およびこのシカゴ先生の、まあ、お付き合いかなと思うんですけども、CBC テレビとかね、中京テレビとかテレビ会社とか見えてるとか、まあ、大体そういう関係の方がいたので、本格的なテレビカメラもなんかいっぱい設置されていてですね、まあ、別にテレビですぐにそれが放送されたかっていうとそれは分からないんですけれども、まあ何かの時にですねこの映像を使われるんじゃないでしょうか。はい。まあ、でもやっぱり生でね聞くのがよろしいですよね。で本当にねみんなすごく上手で、ネタも上手に、まあ、加工されてましたけれども、こう客席と一体化するために皆さんご一緒にお願いしますみたいにね、なんか手拍子をなんかこう皆さんと一緒にみたいに言う方とかですね、本当になんていうんですか、皆さん本当に上手でした。はい。あれね、学校に帰ったら、まあ、皆さんやっぱり何らかの形でこうちょっとスターというかリーダーシップ発揮してですねいるんじゃないでしょうか。はい。ということで非常に高校生の才能に圧倒された高校生落語フェスティバル2016、もうこういうのはですねもう何回でもやっていただきたいなと思います。はい。そして落語なんですけれども、私そんなに落語は実は好きではありません。なぜかっていうと、古典落語は最後のうちで笑うためにですね、2、30分我慢しなければならないからです。私せっかちですので、って感じなんですよね。だけど昨日聞いてみてですね、まあ、オチはまあ決まってるんだけれども、そこに至るところに何て言うのかな、その若いね高校生が高専の感性でいろんな、なんかこうネタとかね入れていると、こんなに面白いんだということで、多分落語がこんなに長い間日本で生きながられてきたのもですね、もちろん古典で基本も大事にしてきたんだけれども、その時その時のね時事ネタとか人が笑うツボっていうのはその時変わりますから、そういうものをこう入れるというですね、そういうなんか土俵の広さみたいなものもあって、まあ、生きながらえてきたんじゃないでしょうか。ということで、ね、基本が大事だけど常に変化し続けるのが大事というね、どこかで聞いたようなことですけれども、そういうことを思った一日でございました。ということで、以上アート栄養研解除させていただきました。 See you next time. Bye.